早く上がってこいよ、ラジコンや。この野郎。いやいやいや、おめえが上がってきてもダメ。ダメ。あんたはダメ。ラジコン待ってんだよ。おい、おい、おい、上がってきたよ。おい、なんだよ。なんだよ、何の文句だよ。あ？佐野さんさ、佐野さんさ、事情分かってんの全部。流れ分かってんの？事情？何の事情だよ。じゃあ、あなたさ、今さ、俺詰めるって言ったよね。俺やったら詰めちゃっていいの？お前のことなんか。いいよ。いいよ。がっつりやるぜ、この野郎。おめえ言ったな。ああ。言うなよ、じゃあ、ちゃんと話そう。ちゃんと話そうや、じゃあ、佐野さん。ちゃんと？ね。うん、切れないで、普通に話そうや。そしたら、うん、それ聞いて、お話ししましょうね。うん。それで佐野さんが詰めんならそれでいいから。うん。ね。わかった。うん。うん。これ冷静に喋ってっから佐野さんもピキンないでね。ピキンないよ、別に。ね。それまず俺のことわかんねえって言ったよね。わかんねえならそれでいい。知らねえよ、おめえのことなんか。うん。なんで、近所ね、まずは、うんあんたがなんで俺に突っかかってきてんのか理由がわかんねえから。あなたが自分の愛する人の枠で俺の話してたんじゃないの今？違います？え？うん、俺の枠であったことを。愛する人の枠って何ですか？いや、もうそんなの俺の口から言いませんよ。もうお船も笑っちゃってるぜ、これ。だいいよ、別に。お船ちゃんはお船ちゃんで笑ったって構わないよ。俺あなたと喋ってんだもん、だって。そうでしょ？いや、だから、もう。そうでしょ、佐野さん。お笑いだよ。いや、お笑いでも何でもいいですよ。全然。佐野さんが、ただ、佐野に、うん。絡んで、見たかっただけなのかな。え、佐野さん何言ってんの？佐野さんさ、去年普通に俺と会ってるじゃん。どこで？佐野さんの玄関で、佐野さんのお家の玄関で会ってるよね、僕とね。その時に何て言った俺。何て言った？ありがとね。こんな気使ってタバコとお酒買ってきてくれてありがとねって言わなかった俺に。うん、そりゃ。言ったよね。あんたが。うん、うん、うん。そりゃ。うん。お土産持ってきたからな。そうで、それはちゃんと会うための礼儀を俺はしたわけじゃない？うん。うん、それは俺なりにちゃんと筋は通したよ。行く前にちゃんと電話入れて、いきなり行ったわけでもないし。で、ね、佐野さんね、で、だよ、うんうん。そこからの話。うん、じゃあ、なんで今怒ってんの？あ、じゃあね、佐野さんさっきのさ、俺を知らないとかあんた誰っていうのは、それは撤回してよ。それは撤回して。違うって。いや、だから、一から言うと、配信者は、いっぱいなリスナーがいるから、一人一人を認識はできないんだっていうの。ああ、さ、それは分かったよ、じゃあ、佐野さん。でも、話してみたら、だから、それは、この間とか、あの時のとか、言われりゃ、ああ、うん、あの時ありがとねってなるの。うんうん、うん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 。じゃあそれで、今話して思い出したじゃん。うん。うん。で、それ別にさ、佐野さんに敵意向けてるわけでも何でもないでしょ？うん。でしょ？俺佐野さんに何か言った？何かやった俺。いや、だからやってもいないし、だからなんで怒られてるのかわかんねえから。でしょ？俺は自分でね、自分の自爆の中で佐野さんにじゃあみんなで茶爆投げようって言って、それで俺のとこに来てた人たちが佐野さんに茶爆を投げてくれてただけの話だよ。うん、それでなんで、ありがとう。佐野さんに怒られる、うん、ね、文句を言われたり怒られるならまだしも、なんで違う人がそれで俺に敵意を向けて訴えるとか言ってんのよ。それおかしいな。だから俺は敵意は向けてないよ。ああ、わかった。じゃあ、佐野さんはそういう感じね。だから俺もそれならちゃんと冷静に喋れるからさ。うん、ね、うん、佐野さん、俺が冷静に喋れる男だってわかるよね。今まで、文化の話の中でもさ。うん、普通にね。
でしょ、俺全然ピキっても何でもないでしょ。うん。でもさ、そう、ピキってんのはさ、佐野さん申し訳ないね。佐野さんが今一番大事にしてる人なんだわ。ね、俺佐野さんに怒られるんだったらそれでいいけど。うん。佐野さんに怒られるならそれはそれでいいよ。でもあの人に、俺が佐野さんにね、どんな形で茶箱を投げて遊んでたって、なんであの人に言われなきゃならないの、俺が。そうでしょ？違います？もうそこは別口でいいんじゃない？じゃあ、あの人が。だって、うん、はっきり言うけど、うん、俺あの人のことを好きだから。はい、もうしゃあねえんだよ。でもさ、申し訳ないけど。あれだよ。いや、その気持ちはわかるけどさ、でもさ、佐野さんは佐野さんのいないのじゃ。ん？男だったらさ、男だからさ、好きな女が言ったら全部イエスじゃダメだと思うよ、ね。全部イエス。はっきり言うけど。全部イエス。悪いけど、全部イエス。でもそれやったら佐野ともユナちゃんマンっていう人間死んじゃうんじゃないの？死んでもいいんだよ。だから俺さ、一年前もさ、コラボに上がって話したけどさ、ちゃんマンは昔のちゃんマンでいてほしいっていうリスナー多いんだよ。で、あの人のせいでそうやってに。かなりの、レベルで、あの人に惚れてるな。うん。ああ、そう。まあ、だとしてもさ、うん、それでもいいよ。でもさ、じゃあ、あの人と俺たちのことに関しては、じゃ何も口は出さないでね、じゃあね。うん、わかったわかった。それはね。これは約束してよ、うん、じゃあ。ああ、いいよ。そこまで言うならそうしてよ。今回のことも、俺、ほっといてんじゃん。うん。そうして、だから、あっちが、肩持ってほしいようなこと言っても、乗らねえでよ、それに。あ、肩なんか持ってほしいなんて、某は言わないよ。ああ、まあ、それでいいよ。あの人は人に助けてほしいなんてことは絶対言わないから。わかった。で、佐野さんさ、うん、さっきさ、うん、詰めるって言ったのは、あれは本心なの？それとも、あの話の流れで言った言葉なの？それだけ教えてよ。詰めてもいいのかな？いや、佐野さんが詰めるって言うんだったら、俺はそれなりのこと考えるからさ。それなりって何？だってさ、今佐野さん言ってることおかしくない？今。おい。なんだよ。半グレよ。好きになって。お前の、見バレしてんだかんな、この野郎。おい。いや、全然いいよ。おい、向いちゃうぞ、この野郎。ピキになってたじゃん、俺話で。おい、小僧、この野郎。聞いちゃったの？聞いちゃったのか？こいつよ！こいつよ、半グレだからな。はぁ、クズがよ。おい。冷静に話した意味ねえ。顔を出しできねえやつは、半グレ。おい、出せよ。おい、顔出せ、こら。聞いてんのか、こら、人の話。顔出せよ。お前何聞き言ってんだよ、おい、みんな。リアルで、こいつに顔出させてみな。バカじゃねえの、お前。もう、出せねえんだろ？お？だ顔出したら偉いの？お前、偉いんじゃなくて。お前、謝んなよ。顔出せねえんだろ？お前、俺謝んなよ。お前、謝んなよ。佐野さん、そのぐらいでやめときましょう。な？お前、謝んなよ、俺に、この野郎。おい、佐野。お前になんか謝る理由ねえよ、この野郎。バカか、お前。冷静に話してよ、お前。冷静に話してよ。ぶち殺すよ、この野郎。な？舐めてんのか、この野郎、俺のこと。やってみろ、この野郎、お前、やってみろ。おいやってみろ。俺はな、なんか全然怖くねえ、バカ、おい、おい、大阪市中央区日本橋、2-14-6だよ。401号室だよ。知ってるよ、おめえの玄関まで行ってよ、汚ねえ玄関の中身まで見てな、この野郎。汚ねえのか、あ、この野郎。ほら。よかったな、俺のおかげで盛り上がってな。な、嬉しいだろ、さの、こら。おめえの配信最近つまんねえから、こういうな、こういうネタができてよかったな、そのな、ありがとうって言ってみろや、これ、ハゲポル、バカ。え？落とすんだろ、こら、逃げんなよ、こら。え？ピキったのおめえだからな、先にな。冷静に話そうって言ったのにな。俺言ったよな、冷静に話すってな。いや。違うのか、サノ。もっと面白い話がこれから来るかな、と思って今待ってるとこです。何が？おめえ、俺のこと今ぶっ殺すって言ったよな。な、ぶっ殺すって言ったよな。言ってやっから、いや、ぶっ殺せやじゃん。な？言ったよな。もっと面白い話をしてくれるのかなと思って、
今待ってる。俺はおめえと話してるって言ってんじゃねえの、冷静に喋ってるって俺言ってるよな。だからなんでピキっちゃうの、なんでおめえピキっちゃうの。いやいや、まあ、こっからはなんか楽しいお話したいかなと思って。じゃあ普通に喋ればいいじゃねえの、なんでピキんだよいきなりよ。いや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 、今冷静に話してるから。ああ、まあいいよ、流れでそういう風になったとしても俺別に。そうそう、流れだからこんなの。な、うん、俺でも冷静に話してるから。なじゃねえから、おいおい、なんだよ、だからお前そういうのやってくんない、ひのこ。なっていうのはお前よ、なめてんのお前。なじゃねえの。なめてねえから普通に、なめてねえから冷静に話そうって言ってんじゃねえの。そうだよな、とか言う口の聞き方しろよ。なじゃねえんだよ。いいよそんなの。お前や。なんて言えばいいんだよ。じゃあ教えろ、こら。教えたろ。教えろ今。あ？なんて言えばいいんだよこの野郎。あ？ネタに。そうだよね。お前。真剣にやれよ、じゃあ。真剣に話せや。あ？そうだよね。真剣に話せ。言えよ。じゃあおめえも言ってくださいだろ、ほら。あ、おめえも言ってくださいだろ、じゃあ。どっちも。お前いつだよ、年よ。ガキ、この野郎。ね、バカ、顔出せ、この野郎。おい、こいつよ。なんで画像出せねえんだぜ、ビビって。つまんねえのよ、口ばっかりよ。お前の、お前の配信のネタにされたくねえからよ。だから、お前の盛り上げようとしてんね、バカ。俺なんかよ、ずらかぶんなくても、出てんだよ。こいつ。俺、おめえと立場が違うもん。俺、配信者じゃねえしよ。な、おめえと俺、配信者じゃねえしよ。何言ってんの、おめえ、だって、配信で飯食ってんだろ、バカ。おめえ、配信で飯食ってんだろ、おめえ、この野郎。あ？おめえ、昼間言ったやん、自分で。あ？おめえ、言ったやん、自分で。茶爆は俺の生きる糧ですってさっき言ってなかったか、自爆でよ。だったらよ、おめえと俺の立場違うだろ？俺、配信で食ってねえもん。それを同じように立たせようとしてんじゃねえよ。そうか。お？配信でご飯食ってる人に焼き餅なんだ。全然焼き餅焼かねえよね。いやいやいやいい。じゃあ頑張ってお仕事してください。いいよ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 。体使ってね、土方仕事してくださいよ。どうせこんなの土方しかできねえから、バカだから。そう、じゃあ俺の、ああ、そう思ってればいいよ。バカしかええん、できねえ仕事してやれやいいんだよ。ほんと行くかんな、佐野な。おめえそこまで煽ったんだった。おめえな、逃げんなよ。ほら、煽ったからな、俺な。みんなな、こうやって煽ると、体を使うやつは、おう。佐野、てめえ、お前の家まで行ってやるから何になるんだよ。だって体使った仕事してねえもん、俺。うるせえんだよ、この野郎は。ほらほらほら、逆におめえピキってんじゃねえ。え、おめえが痛いとこ疲れると、おめえがピキんじゃねえのか、バカ、歯抜け、こら。え？来たら、おまわりさんを呼びますんで、よろしくお願いします。はい、よいよいよいよ。おまわりさん呼んだら俺はっきり言ってやるかんな。てめえに、ね、ぶっ殺すって言われたから来たんだって言ってやっかんな。おめえな、何年か前みたいなことなっかんな、こんな、そんなこと言ってと。だから俺は普通に喋ろうって言ってんだぞ。俺だから普通に喋ろうって言ってんだぞ。そうですか？ほら。そうですか？ちゃんと話聞け、酔っ払ってねえでよ。な、ワンルーム聞いてんのか、これ、ワンルーム。お、ワンルーム。お、大丈夫か、ワンルーム。お、壁切ったねえぞ、こら。寒くな、そんな狭い部屋でよ。大変だな。うん？たったいくらかのよ、収入しかなくてよ。だからおめえ女によぶら下がってよ、援助してもらってんのが情けねえな。おめえも落ちたな、佐野な、こら。なあ。なんも言えねえだろ、おめえ、そしたら。笑ってるよ。なんも言えねえ。バカ、こら。ん？なんも言えねえじゃねえか。なんも言えねえ。うん。お？じゃあおめえ謝れや、さっき俺のことぶっ殺すとか詰めるとか言ったのやめろや。撤回しとけ、今のうちだぞ、お前。おめえ本当に今のうちだからな。お前本当に今のうちだぞ。言っとくぞ。でも、お前本当に今のさ、詰めんのは簡単だと思う。だ詰めてくれよ、じゃあ。待ってっからよ。一対一だったら。いいよ、一対一だろうで、じゃあ。一対一だろうで。やれよ。やれよ。やれよ。はぁ。俺、おめえに負けねえぞ、多分。一対一なんか余裕で。いや、な、勝ち負けの問題じゃないんだよ。じゃあなんだよ、なんだよ。こういうとこがバカなんだよね。おめえがバカなんだよ、バカ。おめえがバカなんだって。おめえ頭悪いんだよ、だから。な、今まで頭の悪いおめえ見てきたけどよ、おめえやっぱバカだな。頭がいいから生きてきてるんだよ、バカ。バカかおめえ。ああ、そうそうそう。でもね、おめえ聞いちゃったの分かってるから。わかります？聞いてっからよ、おめえよ。
佐野。何を聞いてるの？聞いてるの。おめえよ、氷も買えない。おめえ金なくて氷買えねえからお湯割りにしたのか？え？大変だな、氷代も節約してな。大変だな、水道水温めてな、ケトルでな。な、大変だな、おめえ氷も買いに行けねえもんな、ファイマにな。こじきがよ、この野郎。え？しまいによ。ほら、何も言えねえのか、こら。ほら。しまいに氷が買えないモードになってきてるよ。このバカ。なんで？じゃあちゃんと喋ってくれよ。ちゃんと喋ってくるよ、じゃあ。ちゃんと喋ってくれよ。喋ってんじゃん。お？あおんな、じゃあ。俺もあおんねえから、おめえもあおんなよ。だから顔出せっつってんだよ、この野郎。そんなのもう。同じ土俵に上がってやろうよ、っつってんの。ね。佐野さん？佐野さん？佐野さん聞いてね。こういう風に言うと、ね。佐野さん？佐野さん？とか。もうお前がそういう風に喋れちゃったじゃん。ちょっと喋りましょうよ、ってなっちゃう。だってあなたがさっき口の中に考えろって言ったら、だから画像出せよ。僕はスマホだったらピッてやれんだろ。いやだからね、顔を出したところで何が、まあ、あの問題解決するのか。どんなやつかな、ね、見たいから。おめえ俺の顔見てんだろバカこれ。だから出せよ。なんで？出せよ。いいって話の論点ずるからやめなそういうの。知ってんだよおめえはよ。おめえがしょっぱいずらしてんのは知ってんの。知ってるだろうね、俺と会ってるからね。ああ。お話できるから普通に喋ろうよ。顔なんか出さなくたって、ちゃんと佐野さんさ。ね？まあ？ね？何喧嘩すんの俺と。喧嘩したいの俺とじゃあ。お前やってもいいよ。できるって言ったよね。やんのかよ、この野郎。おい。やりましょう。やるんだな。てめえ、この野郎。ボクシングしましょう、僕とね。じゃあね。ああ？何がボクシングだよ。ボクシングしましょう。なんだこの野郎。喧嘩じゃねえだろ。ボクシングって逃げてんじゃねえよ。喧嘩じゃねえだろ。ああ、そう？じゃあ、じゃねえ。お前いくつ年？あ、俺？何それでハンデちょうだいとか言うの？年いくつだっつってんだよ。うるせえって騒ぐな、バカ。あんまり向きになんねえよ、おじいちゃんよ。年いくつ？何、いくつだってなんかあんの？違うよ。年齢が少し違うからなんか違うの？おお。またそれでなんか文句始まるの？またわけのわかんねえマウント取るんでしょ？あ？あ？早く答えろ。顔さらせよとかな。もうそういうとこはこいつは、まずね、逃げてんだよ。クソが。あ、いいよ、じゃあ。あ、わかった。ちゃんまごめんね。じゃあ俺顔さらさないからそこは負けるわ。ごめんね。はい。それで謝ったね。あいよ、うん、じゃあ顔はさらせない。うんこいつは、ギブ。はいよー。でも喧嘩はするんだよね。でも喧嘩はするんだよね。喧嘩はするよな。喧嘩はするんだよな。ん？顔をさらさなくても喧嘩はするよな。おいくつですか？何、年関係ないじゃん、全然。そんな、何関係ない。ちょっと待って。おいくつですか？お前、それしか言えないの？ん？お前、それしか言えない。お前それしか言えないから、そこでマウント取ろうとしてるんでしょ？やめなってかっこ悪いから。佐野も落ちぶれたな。はい。佐野も落ちたな。ごめんなさい。コラボ終わりでーす。はい。年も言えねえやつはバカだから。はい、皆さんお疲れさんでした。なんだこんなの顔も出せねえしよ。俺んちまでよ。酒とタバコ持って玄関まで来た。な。やつがよ、何を文句言ってんだよ。カモンは、カモンは、あ、あな、ラジオの、いい人やで。いい人やで。いいか悪いか、別問題だけどよ。ほら、いい人やで。あ、いや、いいよ。いい人やで。ちょっとよ、あな、向こう行ってやってくれよ。あんな、棒が。あるのよ、いろんなこと。棒のとこ行ってやって。行けよ。俺んとこはいいから。行けよ。曲がれよな。頼むよ。お金も、な、まあ僕はな、繋がってるからな。な。知ってるよ。ヤコさんも、いそうなんやって。ほんとにそうなんや。何してんかなと思ってんだけ。
でねえよな、うん、俺は一個はもう一個のスマホで某のアイコンは開けてるけどね。あんたな今な、うん、素でやってんな。そうよ、だってずらかぶってねえから。はいの、だそれは見極めかんのよ。そう、まだろ、関係ねえけどな。でもいいせいじゃ、許しちゃっていいせいで、デジコンさんもいいせいで、うん、あんたもいいせいで。まあいい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 よ、うん、わかった、わかるやろ、言うてること。うん、わかってるけど、うん、遊びやでな。はい、ただあの某のとこには遊びで行ってやって、なんか最近やろ、うん、あの、はい、来ないから寂しそうにしてたから。ええの、あんな、どないでもいいけど、藤井さんは一番考えてってな。ただほんだけやな。うん、なあ、あんちがどないでもいいのよ。男の女の話はどないでもいいのよ。まあ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 。ええの、うん、いいけどね。まあ、俺はラブ。傍若だ。なんでええがな、ずっと一緒回ってへんけ。うん。うん。何があかん？うん。嘘でないのよ、んなもん。当たり前な。うるせえよって思う。なんでいいがな、別に。で、まあ、お船は、おう、おうって、見てるわけじゃん。だからほんまに言うな。あんな、うん、男の女やったら、な、当たり前なのよ、あんなもん。考えたほうがいい。なんで見せてるか。考えたほうがいいで。まあまあ。見せんなったらわかへんやろや。まあ、ね、相手に旦那がいるからな、ちょっと。ええがな、別に。旦那いようが、どうしようが、別に。まあ。お船的にはな、ええがなってなるけど。あたりべろ。あんたが切り回んだけ。あんたの恋愛なに、何にも文句はないやな。ちゃうがいな。もうちょ、もう、お船もうちょっとしたら、俺自爆を。落ちて、傍若絶対あれまだやるぜ。4時間モードに行くよ。顔のめいがな、別に。俺、だって別スマホで傍若の放送ずーっと見てるから。だから、思うことが、この人は嫌いや、俺は。どの人？男の人は関係ない。ああ、お船は俺のことは結構嫌いなのよ。あざ意味やな。うん、まあ、わかってる。でも、男だねに、かますことはないから。ただ、ただ、アドバイスはしてくれるよ。だから、これが覚えておいて。ラジコンさんも、まあ、ラジコンさんも大好きやしさ、お金も好きやしさ、好きだね、あんたのこと。ただ、ほんだけよ。まあまあ。ほんで。まあ、俺は。まあ、30分で終わるよ。あかんあかん。ずっとやっとけ。いい加減にしろよ、もう。疲れてんの、あんな俺。何でハゲさらしてん。そうだったよ。いいじゃねえ、ハゲさらしてよ。ええがな、別に。あ？ハゲをさらせないから、とか、いろんなやつに言われるじゃん。ないがな、別に。うん、別に。なもん。なんですかこれ。全然 OK ですよ。そうなんやて。なも問題ないの。何？こんだけだ。ハゲが何なんだよ。はい、おい。こら、アンチこの野郎。アンチええんで。クソがよ。ここは、いい感覚やで。見てるよ、分かってんで。
ロムってやがってよ、この野郎。あんな、佐野さん、わからん。好きしか見てないのよ。まあまあ、いいよ。ただ、そんだけなのよ。うん。まあ、それを、とりあえず、俺は、坊ちゃんが、の幕が、荒れてなかったらいいんだけど。なあ、荒れへんやろ、あんな。荒れるわけないやんけ。ブロックすればいいだけやんけ。坊ちゃんブロックしない。あんな、自分らな、すごい言うてたけやんけ。いや、もう。切り替えたらブロックやんけ。俺はな、俺は自枠ではブロックはバンバン。ちゃうで。これあかんで。あかんて。じゃあ、お船が俺のブロックをダメっていう理由は何？あんな、かまされるんだろよ。藤井さんが言ってんて、な、ブロックの解除だから言ってんじゃんかよ。はい、お船は、坊ちゃんがブロックを入れないのを知ってるでしょ。全然されたことない。だから、いいじゃねえかよ。あんな、自分もな、もう年やんけ。もうブロックでないのよ。年齢の問題とか関係ねえんだ。ほら、わかったよ。54歳になるじじいを、道でぶん殴って、ああ、よかったね。ないわな。ってよろしくって感じ。ないわな、女俺。ああ。棒切れ持ってよ、携帯持ってよ。はい、よろしくね。やればいいがな、別に。まさか、この人が、お船さん。もう、超有名人だよ、直屋。やればいいがな。やるな。あんな、もっとも、儲けてる。儲けてるから丸ごとない。うん。いつも否定しやすいことない。儲ければいいのよ、もう。あんな、遊びやん。わかったよ、もう。あんなじゃねえから。だから、坊の方に行ってやれ、坊。坊らは知らんてるから。俺のとこはいいから。興味ないもん。ボーンと言ってやるよ。なんで興味あるん？おんねんけ。興味ない。興味ない。興味ない。そっか。俺はもう枠を終わるからね。俺は枠を終わって、ボーンと行くから。なあ、ボーボーって言うてええんじゃん。ほんでええじゃん。俺、何がある？俺、ありがとうな。はい、映画な。また、どっかでありがとう。また会えるやろ。うん、まあ、いつでもな。はいよ、みんなありがとう。お疲れ様でした。よし。ありがとう。なお。